何をしたらいいんだ、準備してって何。兄と妹の意見が合うとか。でも今回は別にあのスフィアを返すっていうところでは合ってないから、まあ返すのは返すでいいんじゃないかな。キリカで兄貴が変な奴らを乗せやがってな。え、キリカでもしかしてドナさんとバルテロさんも乗ってる、マスターみたいにただバタラキさせる気かもな。え、どういうこと返す前にまたスフィラ見とく。ああ、いや別に大丈夫よ、一応見れば十分十分十分。多分兄貴たちに話しかけると進みそうだから、ちょっとマスターたちも動いてる。なんだろう、面白そうな連中を乗せてやったんだ。あ、え、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、あ、こ、先にそいつらに話しかけた方が良かったか、ごめん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 。ダンスダンスダンスったらダンス楽しそうで何よりです。え、ユナのダンスついに見える違うだろう、ちょっと待っててはえ、ユナさんはどうするつもりでちょっと待っててって言ったんだ。あれかな、ちょっとお色直しをしますよ的な意味のちょっと待っててかな、多分。だから居住区に多分行けばいいんだろうな。甲板に出ます。まあ何もない、何もなかったわ。当然その後は動力室。え、待って宝箱閉じてるこれ。お、ほほ、新しく中入ってる、エーテル2個買い足してくれてるやつ毎回こうやって奪ってくんだな。ストーリーレベル上がるとやっぱ全体変わるんだ。あー、そっかそっか、じゃあ結構時間かかんね。まあたくさん遊べていいこと。さてと、誰を拾う、びっくりした、え、あー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 あ、音楽大会。兄貴さんいい人だよ、お掃除道具をもらったっさ。キリカの森で、キリカの森じゃないだろ、どう考えたってマカラーニアの森にいたろあんたら。あ、違う、兄貴さん優しい人だよ、ゴミの捨て方を教わったよ。やれって言われてんな、雑用に疲れてんな。キリカの港で兄貴さんに乗せてもらっただよ。なや、感謝の音楽奏でるっぺさ。またまた後で、ちょっといつでも待ってるっぺや。オッケー、任せたぜ。でもまあまあ中の人たちといろいろ話してみましょうや。お赤屋さん、何、よろしく、よろしく。お赤屋さんの借金を減らしてあげたい気持ちもあるよ。売ることできねえんだ、売ることできないのおもろいんだ。でもその前にあのビサイド、ほらビサイドのあれ、文様が入ったあれ買いたいから、まあちょっと待ってくれよ。ええ、お前大丈夫お前もう降りろよ、もう降りた方がいいよお前は、確実に絶対引く手似合ってないって。ありがとう、ありがとうさん、お疲れさん。じゃあバンドを頼みますか。音楽だったら任せるだよ。あ、違う違う、マスター出てきたからマスターの言葉かと思った。なんでもお手の物だべさ、オラたちは出口まで運ぶ、あ、オラたちを出口まで運ぶべさ、ならよろしくだな。や、運ぶって何押せってかおかしいだろ、自分たちで動いてくれ、足がついてるだろお前ら。ちょっと難しいね。ほら、 OK、 1人乗せました。マスターもう行かない、うん、再チャレンジ、まだ頑張る、いやまだ頑張る、普通に普通に押せるよ。再チャレンジすることあるか。はい、 OK です。え、なんで乗ってくれよ。え、なんで、え、どういうこと、あ、これ順番がある再チャレンジすることなんてあるかよ。再チャレンジします。この子がいっちゃん奥ってこと、あ、違うか、え、どういうことめちゃめちゃかぶってるじゃん。え、じゃああと俺もう少し押したら全然入ってくれたか。じゃあ大失敗だったな全然さっきのそのままでいけたじゃん。はい、オッケー、乗せました。どんどん準備ができたっぺさ、今宵舞い踊るがよい。では宴の始まり、始まりだよ。おお、あかそっか、甲板でやるんだ、無理あるだろ、怖っへえ、あ、すごいすごいすごい、歌姫ゆうなさんだ。あ、クラスコさんとお若屋さんもいるわ。クラスコさん大丈夫、
でもあ、てか全然リュックさんも一緒にいるじゃん。てんてきてララ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 ラ。あ、歌姫のあれだ、歌するときにこれ歌ってくれるやつだ。かわいい、ラッパの子めっちゃかわいい。パインさんは、パインさんは奥で何してんの。パインさん、ラッパの子マジでかわいいね。やってる場合じゃない。てか今全員いなかった。自動走行できるのか、すげえな、1000年前の技術。お、これは今操作できる感じ。あ、ムービー内かな、どっちだ。ああ、ムービー内だね。寒、怖いって誰よ。そうだね、嫉妬しちゃうね。でも誰だろうね。なんかムカつく。そうだな、レンって誰だっつーのー。めちゃめちゃ気にしてんじゃん。ああら、恥ずかしい。マスタードアップ、あれがリュックさんの歌姫バージョン。へえ、かわいいじゃん。なんかすげえファイタースタイルしてるけどね。ファインさんはいずこ。恥ずかしいね、恥ずかしかったね。寝ます。はい、そうしましょう。恥ずかしかったもんね、もうイライラしちゃうもんね。レンって誰だかわからんしね、嫌になっちゃうね。嫌な気持ちになったね。すんごいスフィア見つけたけどな。お夢だ。え、何、誰だ。あ、これユーナさんだ。え、これど、え、これいつ、え、これいつ、え、あったこんな、え、ベベル、あ、ベベルか。え、逃げたっけ。え、そんなことあったっけ。記憶にないが。いや、だって2人で逃げたことないよな。逃げるんだったら7人で逃げてたし。え、違う、え、おいおいおい、これさっきのところじゃん。え、違う、さっきのところだよね。え、しかもあれエボントーインだよね、多分だけど。え、どういうことん、未来、あ、未来、いや違う、え、え、どういうこと、え、え、なんで、え、え、え、捕まえるとかじゃなくて撃ったけど普通に、そ、麻酔銃、え、どういうこと。おお、もうそりゃ涙も流れちゃうけど、え、待って、え、だってえ。一切理解できてない。未来の話、これは多分今ユーナさんが見てる夢だと思うんだよね。ただ、え、いや、レンって誰だし、しかもそこで出てくるのはレンであってほしいし。ああ、ユーナさんね。てかその格好のまま寝たんかーい、うなされとるわ。おーおーおー、起きたね。不思議、何だよね。何が、いや、変な夢かな。そうです、夢は夢さ。いや、夢かな。女の来て寝たせいだよ。いや、まあそれはあるかもしれない。そうだね。どう考えたってゴワゴワしてるもんな。はい、何、ああ、変身しましたよっていうことかな。ドレスフィア脱ぎましたよと。揺らさないでほしいですね。やめてほしいですね。あ、待って、装備かな。パインさんがシーフのままになっちゃってるわ。一回直しときます。あ、で、そうだそうだ、リザルトプレートいろいろ手に入れたからね、見てみようかなと。攻撃の陣、防御の陣、炎の戦記、氷の女王、雷の魔獣、水の怪物、蝕む眠り、方法、静かなる闇夜、うーん、癒しの風、迷わざる者、この後手に入れそうなところといったら、攻め守りは手に入れたし、4属性あるし、眠りバイオ、サイレスブライン、この系列でもう一つあるかな、ケアル、え、なんだっけ、いや、ないか、いや、しびれ、いや、しびれみたいなのはないか、
じゃあ割とリザルトプレートも揃うもの揃ってる実はかもしれんな。特に話も進んでない、うん、まあみんないつもと喋ってる内容変わんなかった。なんだかぐるぐるするっぺさ、船酔いっぽいだばだなよ。まあでもね、来てくれてありがとう。そなたの舞はさながら夢か。我らも存分に楽しんだ。楽しそうで何より。この子マジで可愛かったな。名前なんていうの？プカラーズさんね。いい朝だね。僕らも楽しかったよ。よかったよかったよ。寝たの？どんな感じで寝てんだろう。てか居住区ここしかないのにさ、みんなどこで生活してんのマジで。なんか忘れ物とかでここで何か拾えたりしないかな。まあ特にみんな片付けも綺麗にして偉いですね。でもこれストーリーモード2に進んだってことはさ、1のうちに調べておかなければクラスコさんとかとは出会えなかった可能性ある。いや出会いはしたけど、でも話の内容多分変わっちゃうよね。だから1の間に全部の箇所調べといてマジでよかったな。だってザナルカンドのあのスフィアだってさ、もしかしたらどこに来るんだっけ、ブリッジか。あれだってね、どうなるか分かったもんじゃないもんね。ビサイドの見つけてそのままの流れでワンチャンザナルカンドの方見つけられないかもしれなかったもんね。危なかったー。うおう豪快だね。返すって決めたらいいけど、うん、どっちにするか迷ってたな。どっちにするって何？青年同盟と親友とどっちもどっち。確かにね。どっちがいいと思う？うわー、これ決めんの？いい、従うっす。あはは、うん、よろしくお願いします。兄貴に決めてもらおう、それがいい。おお、よし、言うな、優柔不断しかおらん。あ、ずるい。ずるい。ずるいな。正直どっちも嫌よ。返すっていう意見はまあいいと思う。なんか、他になんかなかったっけ？なんか頼りになる期間ねえかな。あれだあれだ、あれ、マキナハに行こう。マキナハはどっちだ？ビーカーネルの砂漠調べてる人たちはなんかすごくいいなって思ったぞ。大した相手には感謝されるだろうが、もう一方には恨まれたの。嫌すぎる嫌すぎる適当に決めちゃっていいんじゃない？まあそうだね。どっちの組織も大して変わんない。あ、俺もそう思う。激しくそう思う。カモメ団の名前がかかってるから、返しに行くときは全員で上陸だ。いいね。空の上ばっかりじゃ体がなまっちまうしな。ダチさん、いいね。なんか、あんたも仲間って感じがしてきたな。うん、もしかしてスフィラみたい。あ、大丈夫です。返しちゃったら見れないし、そうだね。僕、昨日の夜何回も見てるし、もうじゃあ俺ももう一回見とこう。いや、でもなんか、さっきの夢だと、あの、顎の下あたりに穴あったし、若干キュウリ君の格好も違う気がするんだよな。だから時系列としては、まあもちろんユーナさんいないし、結構違うような気はすんな。ちょっとわかんないけど、どっちに渡すか決めるって話。うわぁ、決まったかって、まあ決めなきゃいけないけどさ、じゃあ決まったでいいや。うん、名前からしてなんか嫌な感じなんだよね。ああ、そうか。じゃあ青年同盟にしよう。青年同盟は危なっかしい、うん、ほとんど暴走しかけて。どっちもどっちだな。まあでも今の話だと名前からして嫌な感じ、暴走しかけてる。じゃあ暴走しかけてる方でいいかな。青年同盟でいいかなと思います。どういうことどういうことどういうこと。あーはっ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 、はいはいはい、これか？どっちに行くかって話？ああ、そうか。何？結成して間もない青年同盟は荒くれ者の集団だ。暴走すれば止められないぞ。それでも信頼できるかっていうところと、保守派揃いの深夜本当は名前からして嫌な感じだ。それでも信頼するのか？マジでこの二択消えんの？いやだ正直どっちも信用できねえ。まあ普通にね、この状況から言って、まあただネーミングセンスの問題で名前が嫌だだけっていう説明なんだよ、新エボン島はね。でも青年同盟は荒くれ者暴走だぞっていうから、説明だけ見ればまあ新エボン島でいいかなっていう感じはするんだけど、調べていった限りマキナを使ってたのどっちだ？マキナはどっちも賛成してたんだっけ？あれ青年同盟主導じゃなかったと思ってんだよな。あれ違ったっけな。新エボン島がマキナだったか。
いやまあまあどっちでもいいか、どっちでもよかないけど、いやなんかね、ヌージさんが出てこなければまあどっちかっていうと青年同盟寄りだなっていうのは思ったけど、ちょヌージさんが思ったよりもなんか主導してなんかね、新エボン島に行くぞみたいな感じなことしてるから、うーんっていう感じはあるんだよな。どっちもやだ、どっちも信頼できねえ。 B ボタン押せない、もうキャンセルできない。いやー、投手だけで言うとさ、ヌージさんかバラライさんかで言ったらバラライさんの方がいいなっていう感じはする。でも青年同盟にはルチルさんとか若干知り合いはいるものの、新エボン島にはいないような気もする。マジで迷うな。青年同盟にはメイチェンさんもいた、なんでかメイチェンさんもいた。正直ベベルには、ベベルっていうか新エボン島にはマジで誰もいない。ただ本拠地としてあのキノコ岩街道のテントの中よりは聖ベベル級の方がちょっと中気になる。マジ無理、やだ。いや分岐でしょ、だってどっちか選んだらどっちかにはいけないわけでしょ。でもな、冷静に考えたらマジで新エボン島かな。どっちかっていうと青年同盟寄りな感じはするんだけどさ、でも新エボン島かな。まあ設備的な意味でもこれは研究してもらいますっていうことを考えると、俺最初にどこに返すのかなって思った時にベベル級に返すのかなって思ったんよ。研究してくれそうなのは新エボン島、エボン島にします。うん、これは信頼したわけじゃないからな。よし決まった、それで行こう。出発します。不服だな、返さない方が良かったな。だったらもう兄貴が決めてくれるんだったらそれでよかったんだけどね。何が盛り上がってんだよ本当に。もうどうしてだろうね。別にお前らになんか力を貸すとかそういうのはまるで一切ないからな、本当に。なんならもう一人ぐらいぶん殴ってやろう。もうなんか怒る、いや近えよ距離マジで。レボンの連中に囲まれてるぞ。なんだ、気を抜くな、毒毒しいぞ。わかんねえわ、どんどん行くぞかな。マジで邪魔、近え距離が。いやダメだ、いやただでさえ俺リアルでも人混み苦手なのに全然嫌だ。こんなもうゲームの中でも人たくさんいて、もう本当に。あ、バラライさん、お前はなんとなく前、カモメ団の皆さん、まあなんとなくいい人な気はしてるよ今のところ。印象はヌージさんよりあんたの方がいい、全然話聞いてくれそう。ありがとうございます。いや盗んだもんだけどね、お前らが管理してたの。ハンターというのも珍しいですね。それが本来らしいからな。まあいろいろ本来はまあ洞窟とかダンジョンにあるのをハントしてきてこういうところに返すんだろうね。から守ってくれた。違う、そういうことにしておきましょう。違う。助かりました大召喚士さん。違うよ、大召喚士じゃなくてカモメだ。あ、そうそうそう、そこ重要。あ、失礼。思ってねえだろ。ところで全然思ってない。失礼だったな。ご覧になりましたか。なったよ目、はい、ちょっと待って、思ったよりバラライさん若いな、目キラキラしてた。あれはベグナガ、ベグナガ、およそ1000年前に建造された兵器です。はあ、だってベベル級にありそうだったもんな。今は厳重に保管されています。その場所は最高機密ですね。あ、でもお前ら知ってるだろう多分。エボンは隠し事が好きだから。あ、どっちだろうな。そうだよな、映像の中身的なことを考えたら、あれを利用してスピラを支配しようと狙っているんです。そうか、もちろん。そうか、僕たちが全力で阻止します。いや別に、皆さんは、いや別にどうでもいいんだけど、その辺の話はもう支配とかもうマジでどうでもいいんだけど。一緒に写っていた男の人。そうだね、それはちょっと気になる。さあそこまではそうか、分からんか。まあ分からんのもしかない。誰か来た。ああ、ダッチさんか。飛空艇からの緊急信号だ。誰がいんの飛空艇に今。カモメ団すぐに戻るぞ。待って、飛空艇に誰がいんの。みんなで来てたよね。いやでもよく考えたらあれ新エボン島に返したら中身研究してもその情報こっちにくれないか、秘匿しちゃうか。
だってあれエボントーインが追いかけてたもんね、どう考えたって。侵入者だよ。侵入者だよ。マジ。取られた。いや困る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 。のほほんとしすぎだろ。え、マジで？ダナルカンの遺跡で見つけた。うわ。壊れたスフィアだね。マジかよ。代わりにこんなもの残していきやがった。でかっ、でかっ。普通のスフィア片手で持てるやつなのになんか抱えるレベルででかかった。あ、ざまみなかもべだ。くっそー、ルブランめ。このルブラン様と張り合おうなんて千年早いよ。最近会ってなかったからな。お前か、くっそー。悔しい、わざわざこれ置いてくのだる。しかもあんな主張激しめのでっけえスフィアで。大事じゃない大事じゃない。本当にな、とんでもねえな。ムカつき。その言い方やめなよ。リュックの真似だよ。で、どうする。ムカつくじゃなくてムカつき。決まってるでしょ。そうだよ、舐められちゃ終わりよ。終わり、舐められてじゃ終わり。レグナガンの方は、うん、いや気になる。深く関わると召喚師だった頃に戻っちゃう気がして。うん、でも情報としてはただ渡したタイミングでは結構もらえたね。私たちは何？スフィアハンターカモメだよ。お、えらい。そうだね。パインさんも乗ってくれたの嬉しいな。パインさんもこういう時ハイタッチしてくれるの嬉しいね。仲良しだ、何より。兄貴なんでみんなそこジャンプすんの。まあいいけどさ、階段使えよ。オーケー、堂々と突撃してやろう。まあね、そうな。ああ、変装する？まあ言うなさはさすがだけどね。そうだね。あちこち飛び回ってルブラ一味を見つけて。あちこち飛び回るの？奴らの戦闘服を奪う。ああ、なるほどね。でまたあちこち飛び回りましょうと。これでまた自由に動けるようになるんかな。で。多分最終はグアドかな。ルブランアジト潜入準備。カモエ団の秘蔵スフィアを奪ったルブラン一味から、スフィアを奪回せよ。アジト侵入？あれ、アジト侵入で合ってるの？のため、一味を発見次第戦闘服をひんむくのだ。女子戦闘服を3人分ゲット。でも大体男性だったからね、女子を見つけなきゃいけないな。あれ、音楽隊の人たちはもう降りたってこと？いないのかな？あの時だけの正体だったのか。ちょっと寂しいな。セーブするか。もう新エボントを選びましたよ。セーブです。へへい、リュックさん、スフィアハントじゃなくてルブラン一味ハントだね。やべえやべえ、人狩りだ。服を盗むとはぬるいミッションだな。そうだね、取られたら取り返す、それがスフィアハンターの掟。戦闘服の情報は入ってこないな。そうだよね、入ってこないよね。ってことはどうにかして、ああ、グアドサラムが最終目標かな。3人分の、一味を探して3人分のひんむくと。了解です。じゃあまた各地を回らなきゃいけないかな。星2のところが1、2、ちょっと待ってね、2、3、4、5。さすがに違うか。なんか情報新しくなってるか、見ようか。青年同盟から派遣された男がビサイドオーラカの面々を過酷な訓練で鍛えてるよと。ちょっと気になるね。あ、これミッション？あ、これミッションなんだ。へぇ、ビサイドちょっと気になりますな。ニューミッション。青年同盟と新エボン島とのスフィア争奪戦は片付いたが、スフィアを横取りしたカモエ団は歓迎してもらえるのか。どうだろうね、わからんわ。ルカで人気のスフィア放送をキャッチした。カモエ団出演か？お？お？なんかありそうだね。ミッションあるぞ。チョコボを求めて駆け回れ。街道から姿を消したチョコボを探している少女がいるらしい。お宝スフィアは期待できないが行ってみるか。いや、チョコボ関係はとても興味がありますよ。あー、あとあるね、逆恨み同盟を突破せよ。スフィアを新エボン島に返した赤萌団は青年同盟の連中に逆恨みされている。逆恨みすぎるだろ。激盛んな王様たちの中に飛び込んでいこうな。そりゃここ星2にもなるわな。
機械の研究に熱心なラベド族のマキナハが何やら働き手を募集中だ。砂漠で働きたかったらここだ。あ、もうだから多分ジョゼとビーカネルはこれ以降変わらないかなって感じがするね。お、ミッション？トーブリ主催のライブは近日開催予定。いいね。格安チケット売りさばきイベントの成功に協力せよ。格安なんだ、いいね。あ、全然全然ちょ、トーブリさんはね、あの、まあ、結構早口だけどめちゃめちゃ好感持ててるから楽しみだね。傷んだ飛来神はアルベド族が整備中、危険な仕事につき打たれ強いお手伝いさんを探してるぞ。これノーミッションって書いてあるけど、なんか行ったらミッション発生しそうな感じあるな。お手伝いしようね。ここミッションある。トーブリの部下のハイブラ族が目当ての相手に会えないらしい。手伝ってやるか。これはあれかな、俺のなんとなくだけど、だったら原稿がより先にマカラーニャには行った方がいいかなっていう気持ちはあるね。カモメダを大還元の新エボンと大召喚師様が味方についたとみんなの殴り倒そう。殴り倒して敵対していることを示していこう。はい、ここはここはそうだね。多分、ナギ平原も変わらないね。ジョゼ、ビーカネル、ナギ平原は、今回ストーリーにそんなに絡んでこないんじゃないかなっていう感じがするかな。歴代の大召喚師様が神と戦った地、二つの講師が、しのぎを削って観光客を集めています。ロンド族の長老となった決まりが、ユーノを呼んでる？あ、呼んでるんだったら、次回はガガゼト山に行きましょう。何よりも優先していきましょうね。大事だな。そうだね、多くの召喚師たちが目指した最果ての地ザナルカンド、スピラの歴史に残る地だが今やまるで観光名所。ここ変わらないね。多分ここは行っても変わらなそう。まあ、次回は、まあ、呼ばれてるからまずガガゼと山行ってザナルカンドが変わってなさそうだったからザナルカンド行って、まあ順番に気になるところとしてはビサイド島が気になるかな。でもちょっと気になる順で行くってなったらガガゼと山行って、まあ、そのまま流れでザナルカンド、ここはセットで行っていいでしょう。で、まあ、ベベルはどっかで時間余った時に行こうや。で、マカラーニャ先優先して、マカラーニャ行ったら原稿が、ここを遠ぶりさん関係で行こうかなと思います。あ、キノコ岩もう結構興味あるね。あとはテレビも気になるし、ここも気になるな。あ、順番はガガゼと山行って遠ぶりさん関係やって、ビサイドルカやって、無変街道って何があった、あ、チョコボか、これも気になるな。ビサイドルカ無変キノコ岩通り切って、まあ一応キリカにも行って、キリカとなんだ、キーリカ、雷平原？雷平原のお手伝いとか、まあ、キーリカとか、ベベルとか、なんか空いたところで行こうかなと思います。まあ、そんな感じだ。まあ、今回はマジであのスフィー、選ぶのがクソほど精神に来た。嫌だったなぁ、あれ選ぶの。本当にどっちにも協力したくなかった。どっちかに協力しなきゃいけないの？まあ、どっちに味方するか迷うじゃなくて、どっちにも味方したくないから、本当に精神が嫌だったね。クソほど嫌だったなっていうことで。まあ、次回からまた、各地を探索していこうと思うぜ。ここまで見てくれて、センキュー、頑張ろう。バイバイ。